にちは。東京寿司アカデミー講師をしてます村上と申します。在校生の山口と申します。授業はいいんですよ実際いいんですよ。いや、いろいろ魚こうやってさばけるんですよ、はいはい、でもやっぱ余るんですよね。授業魚がね、いろいろ余りますよね。生魚はもうええと、なんでこうもっとこうなんかバリエーションを、うん、こう変えながらでもっと美味しい、うん、酒のつまみ出ました。いろいろ聞きたい聞きたい聞きたいです。わかりました。じゃあ早速ですね、今日ね刺身なんだけど白身の刺身、はい、これね昆布のね白板昆布って言ってこういう昆布これいつも使ってて昆布締めにしたり、はい、この黒の昆布を作るときにこの昆布をこうやって削る。あ、そんな作り方なんですか。そうよ。そして芯に残ったのがこの白板昆布っていう、これを甘酢に漬けたやつが薄くなってこう昆布のね酢に使った状態になります。これも誰にでもできてすぐできてちょっと変わった感じでね、うん、酒のつまみ美味しいです。どんな刺身でもいけるんでね、今日ちょっとこれをね作ってみましょうか。やりたいですか。やりたいです。お願いしました。これ別料金やりたいもっともっと当然もっとですね初の意味でただやぜって言われてただただこんな感じですね。こんな感じよね、はい、そして一枚一枚並べちゃうね。一枚今並べました。幅2枚ぐらいかな。2枚ぐらいを、まぁ、あ、ちょっとこう、まぁ、あ、隙間なくね、したいんで、もうちょっと端切れ。半端を作り、半端なやつもね、これ別にちゃんとした形してなくても全然問題ないんですよ。うん、ね。1枚、2枚。簡単なの。本当ですね。うん。3枚分ぐらいかな。だいたい半分ぐらい洗った大葉、軸を取ってもらって、上にね、乗せます。乗せるだけ。ね、ガリなんかもほら市販の売ってるじゃないですか。うん、ね。もうこのガリを、ちょっとこう、ざく切りに、少し細かめに切っていただいて。こんな感じ。さあ、これを芯にして、真ん中、この鯛に対しての真ん中に少しこう置きますよね。置きました。はい。巻いていきまーす。くっと。このまま、のの字巻きって言って、ガリを中心に芯にして、巻き込むように、巻き込むようにコロコロ転がしながら。空気がね入んないようにそのままです。そのままくるくるっと巻いてくるくるっと巻いて、うん、もうね、もう形がもう形が切っちゃうだけってことですよね。あとは切るだけ。これね簡単だよね、うん、まあ、一口サイズにこう切ってもらえば綺麗にね、うん、見た目切り口を必ず上にしてもらうと見た目が綺麗になりますよね。こんな感じになります。盛り付けて、そして甘酢の方を上からかけていただく。ちょっとね、薄塩でも美味しいですね。塩でもいいですね。こんな感じで、うん、鯛の切り身とか白身なんかほらスーパーでパックで売ってるやつ、ね、もうそれで十分なんです、ね、こんな感じで一品できて、塩少し振ってもいいですし甘酢をかけてもいいですね。でさっきのね、この白板昆布甘酢につけるのはそこじゃないとできない。ちょっとねコツがあるんです。別料金別料金、はい、じゃあちょっとやりたいです。はい、はい、これからね甘酢を一回ね火で沸かしていきます。今火つけました。この中にはね米酢、お酢でしょ、砂糖、塩、みりんが入ってます、うん、割合はね今テロップで載せてると思いますんで、あ、
甘酢も一応自分で作るんですね。そうだね、簡単に作れるんで、ただもう中に一緒に合わせてね、入れちゃえば甘い酢できますから。ガリなんかもね、こうやって作るんですよ。ガリの甘酢とかね。ああ、うん、ガリをつけるときにその甘酢を使ってるってことですか？そうだね。で、一回やっぱこう、火入れる場合と入れない場合があるんだけど、ちょっとアルコール分、お酢なんかもあるんでね。アルコール分を飛ばす意味で火を入れるってことですね。スマを溶かさないように。ちょっとなんかこう、ちょっとそれ、そうそう。動きやった方がいいかなと思って。そうだよ、ね。俺のスマホなんで。僕のスマホやったら。全然言わない。全然、溶けてもいいんじゃない？はい、これでつけてきまーす。はい。さあ、さっきのね、白板昆布です。これどこに、どこに売ってるか。そこら辺売ってないですか？そこ、マルショー売ってないですね。マルショー売ってない。うん。市場のね、あ、売ってるかな？売ってます？いや、売ってないっしょ、これ。見たことある？いや、初めて見ました。ないよ。それ目当てで、こう、買いに行ってないから。これだよ。売れないでしょ、これ。あっても。誰買うの？買わないよ。買わないっすか？市場のさ、乾物屋さんなら、乾物屋。ああ。乾いたのね、ドライにしたやつを製品売ってるところ。市場の乾物屋さん、昆布や、昆布とかさ、はい、ああいう干したものを売ってるとこには、干し椎茸とか、ああいうのを売ってるときには売ってますよね。あとはね、当然ながらアマゾンですね。アマゾン売ってるんですか？アマゾン最強ですね。最強ですね。アマゾン最強です。やっぱりね、アマゾン売ってます。何でも揃うじゃないですか。うん。で、このサイズなんだけどね、バッテラの昆布とか白板昆布とか言って、サイズがね、ちょっと小さかったりする場合もあるんですけど、もう全然問題ないと思いますね。どんなサイズでも。うん。うん、ポイントはね、一枚一枚ちょっとこうやって剥がさないと、さっきの甘酢を入れた時に、ピタッとね、くっついちゃうんでね。ああ。うん。これ100枚ぐらい、100枚単位であるんですよ。一枚一枚剥がれるんで、必ずこう一枚一枚をしっかり剥がしてから漬け込まないと、このままね、束でボーンとやっちゃうと、後でね、くっついちゃって、そこだけが甘酢が浸からないんですよね。あ、うん、そこもポイント。で、これ漬けちゃえばもうずーっと持つんで、酢が入ってるんで、腐らない。うん、もうずーっと持つんでね、ずーっとこう、保存できるんで、結構量作っといた方がいいですよ、これ。一回でね。この一袋、まあ一袋というか、漬ける分に対してのその甘酢の量とか配合とか違ってます？うん、結構ね、若干この束ね、束になってるところよりちょっと多めに入れとくと、次の日になるとね、結構ね、この昆布がその甘酢を吸うんで減るんですよ。だから、うん、表面、一番表面よりちょっと上ぐらいのところまでちゃんと漬け込むってことがポイントですよね。うん。まあ、今日このぐらいにしといて漬け込みますね、じゃあね。入れちゃいます。さあ、さっきのね、熱いやつ。熱いやつをそのまま入れちゃいますよね、そのまま。で、さっき言ったように、これから昆布が吸うんでね。うん。明日になるともうちょっとね、減ってますよね、これね。このまま常温でね、蓋しちゃダメですね。このまま冷まします。あ、そのまますか。ね、こんな感じで、白板昆布、甘酢につけました。ぜひね、やってください。はい。うん。